シランは卵シラ卵族の出根草。地生卵で日向の草原などに自生する。地下にあるニセ球形は丸くて平らで、前年以前の古いニセ球形がいくつもつながっている。葉は最も新しいニセ球形から根室状に3枚から5枚程度出て、幅の広い長楕円型で薄いが硬く、表面にはたくさんの縦筋が並んでいる。 花季は4月から5月。花は思考色で30から50センチメートル程度の花形の先に数個つく。花弁は細長くあまり開ききらないような感じに咲く。鑑賞用に花の色が白色のもの、不入りのもの、単色下、花弁が新弁化した三頂咲きなどがある。日本、台湾、中国原産。野生のものは純絶滅危惧種。 しかし栽培品として広く普及しており、種子が飛散して栽培輸出することもあるため、野生状態のものも本来の自生個体かどうか判別は難しい。半日陰から日向まで適応する。このような木陰や大木の根元などにしばしば植えられる。卵化植物には珍しく、日向の旗土でも栽培可能なので干渉用として庭に植えられる。 極めて丈夫な植物で半日陰から日向まで適応し乾燥にも過湿にもよく耐え栽培しやすい。卵化植物の種子は一般的に特別な条件がないと発芽しないものが多いが本種の種子は卵化としては異例に発芽しやすく普通に鉢に巻くだけで苗を得られる場合がある。無菌派種であれば水に糖類を添加しただけの単純な 培養液上でもほぼ100%近い発芽率を示し、苗の育成も容易なので、しばしば無菌波種の練習に使用される。ニセ休憩は、シランと呼ばれ、漢方薬として、止血や痛み止め、慢性胃炎に用いられる。しばしば英語圏では、死人の指と呼ばれると言及されるが、それは、英語のロングパープルのことで、実際には、エゾミソハギリスラムサリケリアを指している。 これは、シェイクスピアの著名な儀曲、ハムレットに登場するセリフを、明治時代に翻訳した、蔡の語訳に基づくものと考えられる。この節の出典は、中国植物詩、第十八巻による。ブレッキラ・フォーモザナ・ SCHLTR、シノニム、ビー・アノネンシス、ビー・セッチワニカ、中国名、小白球、台湾ジロ級和名、雲南小白球、白花小白球、 甘なら中国大陸台湾に分布。文献上は八重山諸島に分布記録があるが、近年は自生が確認されておらず絶滅、あるいは記録間違いの可能性がある。創氏はシランに類似するが、やや小型。側下弁、学編は白色から泡桃色。新弁は中央が黄色く、赤葛色の反紋がある。シランと比較すると、 やや体感性能を取る個体が多い。ブレッティラオカラシア SCHLTR 中国名、キバナシロ級和名、キバナハ白級中国大陸に分布。ガワカ弁額ンは、は単行色。新弁は中央が黄色く、赤葛色の反紋がある。ブレッティラシネンシス SCHLTR 中国名、シラン和名、中国雲南省から、タイ。 ミャンマーの産地に分布する小型種。対処性に欠けるため、日本国内での栽培例は稀。中国大陸産シランと B ホーモーザナ及び B、オカラシアは、混成する地域では相互に浸透交雑が見られ、それぞれの種の間に連続した中間型が出現する。さらに栽培下では、台湾産の B ホーモーザナや日本産のシランとも容易に、交雑する。これらの主観では、 どのような組み合わせでも種子の粘性は良好で、なおかつ雑誌高台でも粘性の低下は見られない。知らん族は種子発芽率が高いため、栽培下において昆虫などにより交雑した種子が飛散すると雑誌個体が自然未生として発芽成長してくることも稀ではない。それらが園芸的に優れた個体であった場合は良心不詳のまま。 ヒメシラン等の商品名で増殖流通されることもあり、近年では純血種ではなく交雑種と思われる個体がシランという商品名で純血種と区別されずに園芸流通している場合もある。現在のところ交雑個体が野生一出した事例は報告されていない。しかし交雑種の流通量が年々増加しつつあることから野生個体群が見られる地域では栽培品から 花粉や種子が運ばれて遺伝子汚染を引き起こす危険性について考慮が必要である。園芸流通品には様々な変異個体とそれらの交雑種も混在しているため写真のみで正確に種名同定をすることは難しいがインターネット上では明らかに品種違い、種名違いと思われる画像も参見される。参考資料として引用する場合には注意を要する。 ありがとうございます。